こんにちは、いちごタルトです。お久しぶりの更新です。はい、ということで今日は視聴者さんから前にいただいたこちらちょこっと家電お一人様グリル鍋というこちらなんですけど本当にタルトみたいにちっちゃくないもんだけど、ちょっとかわいい、本当にかわいいコンパクトサイズのタルトの顔ぐらいかなのサイズのかわいい一人にね、多分ちょうどいい電気のお鍋をいただきました。これグリル鍋でパカッて分かれて、この下のところではお肉、焼肉ができたりとか焼くのができて、あとこれがついてて蓋と、あとちょっと深いお鍋っていうのかな、これがついてるので乗せると汁物とかお鍋もできるよっていうやつです。今日はこれを使って、ヘアキャンになるのかちょっとわかんないですけど、お鍋を食べていきたいと思います。本当はちょっと外でやりたかったんですけど、今回もすごい風が強くてちょっと室内になりましたなんかこんな感じも久しぶりですね。旅系が多かったからこういうなんか部屋の中でやるのも久しぶりだし、なんかこのこういう感じの背景も久しぶりだし、庭キャンも全然やってないから多分でも懐かしいなって思う方が多いかもしれないですけど、今日はここでお鍋を一人で楽しみたいと思います。このコンセントを挿したらもう通電されるみたいで、もう熱されるので挿していきたいと思います。でちょっと短いので車の中で、消費電力が 260W なので、タルトの持ってるポータブル電源でもいけるので車の中でも使えます。直径 12cm でフッ素加工付きなのでありがたいですね。で AC 電源 AC100V 50-60Hz 大丈夫です。1台で焼くも煮るもできるっていう、あとこれほんと蓋がすごいしっかりしてます。なんか結構重たい蓋がちゃんとしてる感じがします。可愛いです本当に見た目がいい。これでもう通電が開始される。オレンジに光ってるから多分熱されております。じゃあ今日は鍋を、プチッと鍋こんな感じで入ってて1人前ずつ分かれてるから1人にいいんですよね。日本一周でもたまに使ってます。ポーション1個につき水 150ml 使用で、意外と思ったより意外とちょっとちっちゃくて可愛いんですよ。本当にタルトの顔より本当にちっちゃいと思う。タルトの顔が大きいとかじゃなくて今日ちょっとうどんも買ってきたんですけど、ちょっとうどん入れたら溢れそうだから4分の1ずつぐらい給食みたいにこれで切ってちょっとずつ入れたいなと思います。お水とかも入りきるかちょっとわかんないけど、お水を持ってきました。ちょっと間違えて 250ml 入れちゃったんですけど、測りながら入れたいと思います。 150ml 入れます。料理できない、できなさすぎるからちょっと順番とか違うかも。250か100まで入れる場合、あ、でも一人鍋用のこのポーション入れてちょうどいいぐらいかな。だいたい100入れてポーション入れたいと思います。今日は担々ごま鍋です。入れます。おお、結構かき混ざってなかった、よいしょ。結構今の時点では量がちょうどいいです。でもちょっと具が入ると溢れちゃわないかがちょっと心配なぐらいかな。蓋を閉めて、ちょっとグツグツしてくるかな、ちょっと待ちつつ具材を入れたいと思います。曇ってきた、蓋が曇ったで、じりじり音がしてきました。もうお気に入ってる間にで、持ってきたお肉と
豚肉と野菜のミックスを入れたいと思います。簡単なやつ、ズボラ鍋です。まあ、お一人様にはこれぐらい簡単な方がいいですよね。いい匂いがします。具を入れて溢れないといいな。でも本当あのプチッとの鍋の音にちょうどいいぐらいのサイズです。肉入れます。ちょっと曲げてしか入らないけど、かわいい、本当にかわいい、ちっちゃくて。あ、だんだん火がもう通ってきました。どれぐらい入るかな、溢れないぐらい入れたいと思います。落ちちゃった、手でいった方が早かったかな。見なかったことにしてください。これぐらいにしとこう。収まった、可愛いサイズが、一人鍋には本当にちょうど良さそうな感じがします。ちょっと男の人だとちっちゃいかもしれんけど、全然車で料理するにはちょうどいいかも。うどんもね、だとうどんとパスタと麺が好きなんですけど、このうどんを入れたいけど絶対入らないですよねこれ多分。がちょっと4分の1に切って入れたい。小学校の頃こうやってお箸で4分の1か2分の1にした経験皆さんありますか？ない？なんか地域によって4分の1にするか2分の1にするかなんか分かれるイメージです。ソフト麺じゃないのにこうやってやる人はあんまいないかもしれないけど、やらない、やったことありますか皆さん。これ4等分に多分なりました。おお、すっごいグツグツ、あ、ちゃんと穴も開いてるから湯気が出てる。おいしそう、いい匂いがします。オープン、めっちゃ沸騰している、すっごいいい感じ。2、3分茹でないといけないですね、このおうどんは。ちょっとおうどん入るかな厳しいかな、どんぐらい1なら入るかな、やばいかな。めっちゃギリ入った、ギリ。ちょっとうどんも茹でたいと思います。お野菜はしなしなな方が好きなんで、ちょっと長めに蓋しなくてもいいか、した方がいい、しなくても変わんないかな。とりあえずしました。ちょっと待ちます。あ、ちなみにこれ自動で、あの、熱くなりすぎたら電源が切れる、切れてまた温度が下がったらついて、あの、熱されるそうなので便利。あー、ちょっと待って、やばい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 。溺れちゃうよ。ちょっと電源抜きます。よいしょ、ちょっと入れすぎました、さすがに。でも美味しそう、完成しました。お一人様グリル鍋ん担々鍋です。美味しそう、ではいただきます。あ、おいしい。うーん。しみります。めっちゃあったかい。おいしい。普通にちゃんと鍋です。めちゃくちゃ簡単。すぐできました。なんかちっちゃいからかな。沸騰するのも早かった気がする。すぐ食にありつける感じ。何回も具がなくなったら、うどんとかお野菜足して無限鍋ができそうな感じです。お肉もいただきます。あ、はい。
切ってからもめちゃくちゃあったかいです。冬の寒い時に車中泊であったかいこのお鍋食べたらもう最高だと思います。がっつり食べたい男の人にはちょっと嫌いかなとは思うけど、100ぐらいだったらちょうどいいかもしれない。ちょっとでもちょっとちっちゃいぐらいかな。うどん一玉もちょっと厳しいかもしれない。こう一人焼肉で焼きながら食べるにはちょうどいいかもしれない。フライパンの方は特にフッ素加工だから下にこうこびりついてる感じがしなくて良いです。野菜はクタクタでタルトボーノミです。視聴者さんに結構冬あったかグッズとかもいただいたり、車中泊にいいやつをいただいたりしたんですけど、ちょっと冬の間車中泊してないからなかなか使えなくて お家で、ありがとうございます。そういえば最近触覚がめちゃくちゃ長くなってきて、どこが一番ベストなのかわかんないんですよね。なんかこの顎の下ぐらいで切るときはいつも切るんですけど、そっからずっと切ってなくてちょっと伸びて、ちょっと長すぎかな。でも顎だとちょっと短いような気がするし、長さを迷い中です。はい、ということでごちそうさまでした。ということで今日はこのお一人様サイズのタルトサイズの可愛い電気のやつでお鍋をして食べてみました。美味しかったです。めちゃくちゃあったまったし、うどんも何回かこう入れてるからすごい一回で食べきるよりすごい満腹な感じがします。満足感がたくさんあります、ね、今度はちょっとフライパンの方をこの焼肉とかでも使ってみたいなと思います。車中泊とかでもね使えたらいいなと思います。ちょっとまた車中泊あったかくなったらすると思うので、その車中泊に向けてもまた準備していきたいなと思います。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。